いみんな。じゃあ今日はね、これでやってみよう。シリコン粘土だよ。色は8種類。はい、なに？いいね。気軽に焼いて作る粘土だよ。ということでみんな、これで遊んでみよう。中にはこういういろんな形の、いろんな形のこういう型とか、あとは作るときに使うこういう、ね、この道具たち。さらにあの電子レンジで焼くときにこれ引かなきゃダメなんだって。このツルツルの紙、なんだろうこれ。そしてでこれがじゃん、この緑に紫にRed、Brown、Yellow、Blueっていろいろとね、8種類種類があるこのシリコン粘土だ。中はこうやってビニールに包まれてるよ。で、ちょっとめくってみて、で、なんかちょっと触ってみようか。うん、なんか普通の粘土とはちょっと違うね。すごく弾力性があって、なんかスライムみたいな。それじゃあこれ使って今から何か作ってみよう。ちなみに僕はあのアニメーションの方のチャンネルで、これを使ってあのストップモーションアニメ作って、そこに声とか音楽を吹き込んで新しいキャラクターでアニメ作ってみようと思ってるから、それもできたら流すから、みんなそれ見ちゃってね、お願いします。ってことで今回はこれで面白い粘土アートやってみよう。ウォー、いいね。Let's go。 色はいろいろとあるよ。色はいろいろとって、なんかダジャレじゃねえ。いいんだよ、いいんだいいんだ。こういう感じで型とかパッテを使ってこういうの。じゃあそうだな、今日はそれじゃあみんな大好き、てか僕は大好きのスポンジボブをこれで作ってみましょう。スポンジボブのフィギュアをね、これで作ってみましょう。楽しみだね。ちなみに電子レンジはそこにあります。電子レンジでこれをこんがり焼いて、とっても可愛いスポンジボブのフィギュアを作ってみようと思います。それではスタート。